こんにちは、セイダーチャンネル、花とアンナとアキとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にメンバーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。デジタルリテラシーのニュースだったんですけど、はい、私が一番びっくりしたことが2011年の SIM カードの値段ですね。おお、何でしょうか。2011年、そう、 SIM、 携帯の SIM カードでしょ。はい、はいはい、あれさ、2011年、9年前か、いくらだったと思う？それね、50万ちょっと、50万ちょっとあるでしょ。もっともっと、50万ちょっと思うな。そう、せいで世界だけで、はい、なんだってやんな、50万ちょっと、あー、50ラック、だいぶ近づいた、50ラック、もうちょっと、もうちょっと。セデは日本語で何に使わせましょう。セデは100万ちょっと。100万ちょっとぐらい。間だね、アンナとハナの。はい。80万ちょっと。80万。僕はね、2013年に来た時に2万円で買った。はい。2万円、うん、だから当時はいくらだったかな。そう、2ラックぐらいだったかな、当時。わずかの間でだいぶでも値下がりしたんですね。そう。何があったんですかね。ね、民主化かな。テンセン大統領になったね。それからいろんな経済が進んでいって、通信価格も安くなったって感じですね。2人はさ、もしさ、今さ、 SIM カードがさ、600ドルぐらいだったらさ、買う？買わない。今のコロナの病気だから、その600の SIM カード買わないね。買わない。無理です。仕事いいからさ。高級品ですね。もっとね、高い電話番号もあって、まあ、さっき言った通り、ね、5ラック、8ラックとか、はい、で09の後に、はい、5から始まる数字が、はい、もう軍とかもう偉い人が持ってる番号で、なるほど、20ラックとか。ほう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 、うん、すごいな。だから095で始まってる人は結構あの力持ってる人ですよ。よかったね、二人とも安く買えてね、今ね。そうね。二人はワッタン映画祭？ワッタン？違った。よ、映画祭ってわかるかな？あ、よしんぽえ、うん、はい、ワッタン養子にポエってあるでしょ。はい、知らないな、その反応は知らないだろう。っていうのがね、10日からオンラインでやるんですね。あ、40作以上の映画がね、そう、 10回目、今年で10回目、10年前からやってる。興味、今の映画あまりそうだね、海外の、はい、このばっか見てるもんな。外国の映画の方はもっと多い、私たちに。そうだね。映画の独立系映画の発表の場として、若手関係者の登竜門になっているって書いてあるんですね。ああ、そうね、それはそうですね。はい、だから、カナもアンナもこれでね、有名になった人がいたら、はい、その人が世界で活躍するかもしれないよ。まあ、家にいてみんな時間あると思うから、はい、あ、見てあげて、いろんな人がいろんなものを作ってるから、はい、いいですね。時間もそんな長いのじゃない、結構ショートムービーも多いんですね、うん、なんかね、やっぱ年々ミャンマーの映画のクオリティが高くなっていて素晴らしいですね。前はね、本当にどうしようもなかったんですけど。もう今は良くなったので、ミャンマーの映画って大きく2つね、昔の古い仏教みたいなあのやつと、最近のモダンな新しい監督が頑張って撮ってるような映画があって、いろんな種類の映画が見れるタイミングだからいいと思いますよ。今日本人でね、ミャンマーの映画についてすごい熱く喋ってる人がいて、はい、僕の友達なんだけど、名前はね、ネイトゥンカインっていうの。ネイトゥンカイン？そう、ネイトゥンカイン、はい、Facebook でね、あの動画作ってるから、はい、もしミャンマー、今ね、ちょうど映画の終わったの時期だから、彼の
あのページをチェックすればどの作品がいいかが分かるからね。あいやーとか言ってる。あいやは中国語、中国語だちんだじゃん。いやいや、あいやーんかんで、あいやーん、あいやーもう長いね、あいやーもう長いね言って。そう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 。今日の朝送ったのやつ、ミチナのどうも一人。あれさ、え、何あれ読んだんだけどさ、何あの子は亡くなってたの？はい、ちょっと暑いのところで、うん、放置されてて、はい、それで死んだ。子供がね、必要ない、はい、あのカップルに子供ができちゃって、でミャンマーってあの下ろすことできないんですよ、はい、法律上ね、ダメだから。でその産んだ子供を、まあ、いらないからって言って道のところに置いたままにしてたんですって。でそれを見つけた別々 あの家族が、あ大変だって言っていろいろ見たんですけど、もうすでに亡くなった状態だったと。そう、かわいそう、ね、子供もかわいそう。ミャンマーで多いだや。そうだね、田舎だと本当に多いね。もし自分じゃ育てられないってなった時にそういう孤児院に預けたりするんですね、普通は。でもこうやって無責任にね、もういらないってやっていく人もちょっとはいて、まだ田舎にはそういうのがいっぱいありますね。ヤンゴもいっぱいね。あ、ヤンゴもある？でもたまにあるよ、はい、そうね、ちゃんとあの命に責任を持ちましょうってことね。はい、何の気持ちでやるかわからないね、その人たち。ね、考えてないんだよね、特にね。そうね、うん、ミャンマーにはね、そういう子供たちを助ける、はい、そういう場所もあるし、ペットも同じだね、はい、あのペットもそれある。ちゃんと助けるあの NGO とかがあるから、はい、まあ、自分で本当にどうしようもない、助けてほしいっていう時はそういうところに連絡してね、みんなでちゃんと命を守ってあげられたらいいなと思います。そういうのがね、そう、もっともっと広まるといいねって。まだまだね、みんなじゃないからね、うん、教育コンテンツだね、教育コンテンツ。コロナ、ちょっと今ね、いろいろなできるから、ママとカズさんは 何やりますか？終わったら、コロナ、はい、あのね、私ね、声を大にして言うね、うん、焼肉が食べたい。かわいそうね。私も焼き肉ね、お家でさ、焼肉食べれないわけじゃないけど、一人で家でモクモクしても楽しくないからね。そうね、家で食べるはあまり美味しくないと思う。焼肉はね、レストランで食べた方が絶対美味しい。僕か、僕はマッサージ。デートですか？いや、デートじゃない、デートじゃない。そうですね、マッサージとかかな。じゃあマッサージ好きなの？マッサージ好きだよ。マッサージはあれですよね、もうちょっと先ですよね、きっと。そうね、レストランがOKになってからとか、ね、ちょっとしてからなのかな、ね、かな。山行きたいですね。山ですか、ね、僕は山が好きなので、まあ、海も好きだけど山が好きなんでね。涼しいのところに行きたい。そうだね、来月から涼しいになりますよ。ええ、旅行したい。あ、アンナはどこ行きたいの？タウジとか新タウナとか行きたい。山行きたい。あ、違うね。山なんだ。前ネクロに行った、本当に涼しいしいいなところです。社長行ったことあるですか？カラオ住んでたよ。本当にいいところだね。いいところね、あそこね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではアンナとアキとカズでした。またー。